大五感折り紙しりとり第6回、第8回、ありがとうございます。あ、本当ですか。はい、じゃあ、第1回をご覧の方は何を言ってるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日は折り紙でしりとりやったいと思います。そんなことができるの？え、そんなことするのよ。ワクワクさん、そんなことができるの？そうだよ、そんなことするんだよ。あー、いいね。ということで、こちらに折り紙があります。はい。で、今からこう順番に折り紙を使ってしりとりをしたいんですけれども、折り紙折るのも切るのも何してもいいです。うん、え、書くのはダメだけれども、相手にちゃんと汲み取ってもらえるように作らないといけないっていう、これだってシンプルなルールなんですけれども、それが一番難しいです。難しい。うん。だからそれを今からやっていきます。はーい。いーそめんめんやる気したい。誰か？何やる気ある？じゃあやる気あなた、やる気ある人から行く。はい、OK。 あ、いいんじゃない。あ、いいな。じゃあ、あお、きーちゃん、はい、俺グレーの順番で、うん、イソメン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 。色もいっぱいありますので、どの色を使ってもいい。だからその近い色を使ってくれても大丈夫です。じゃあ青からやっていきましょう。お願いします。はい、イソメン。はい、ということで何からいったらいいの？じゃあしりとりのリからいこう。しりとりのトからいこう。難しい。しりとりのモーから行こう。どこやねん。まあリーですね。まあ最初は分かりやすいように。切ってもいいよな。結構でかいな。切ってもいいよ。みんな切るやん。その私得意の切ったのめっちゃ喜んやん。いや、あの絵がめっちゃ苦手なんやけど、多分物を作るのめっちゃ上手得意やと思う。まあ、でも折り紙使えるのは1枚ですから。ああ、そういうことか。そうよ。もう分かるし、もう次行く、うん、もう分かるよ。もう分かるし、もういいかもしれん。じゃあ一応作ってみますね。一旦丸だけじゃ切って。丸だけ。あの丸の1枚だけ。下書きあかんねやんな。下書きあかん。1枚だけ。1枚やんな。下書きあかんのむずいかも。丸切ってちょっとやって。丸切ってちょっと上ポンってやって、うん、え、そのさ、ハサミは1回しか紙に通したかん？いや、それは大丈夫。それは何回も切り直して。うん、あ、すごい。すごい、私の出番が来るわ。バタフライかな。ねえ、バタフライ。 B から始まっとんねんね。蝶々かな。まあ、回答権は3人ありますので。はい、せーので答える。はい。青が作ったものは、せーの、リンゴ。まあまあわかるでしょ。まあ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 。ここ待って、5普通に読まない。この本が2つあります。どっちでもわかるやん。1個は作れんでもわかってくれる気がするんだけど。あは、なるほどな。ないんだけど。1枚確かになんか仕上げるのはちょっと難しい。うん、ちょっとどうした。何作りたいか分かった。だけどこれさ、あれか、あんまあるなの、同じ色ないねんな。うん、1枚1色につき3枚とか。あ、ほなもう1人使えへんっていう感じ。ちょっと残しといたりとかしてあげても。え、マジでないねんけど。だから形がうまかったら色別に関係なくてもいいですからね。確かに。あ、いや、私は無理やねん。さっきの一瞬後で5。お、考えてるね。映ってない。失礼。さっきも映ってなかった。でもこれ切ってたよ。手際悪いのバレるやん。バレる必要なんですけど。わかったわ。わかったわ。わかってくれた。
ったけどさやりんな掃除が大変や。あのおちびちゃんの鳥もできへんけど、あ、なんか痛い、あ、なんか痛い、あ、痛い、痛い、それが大変だ。まあ、わかりましたね。わかりました。白でもいいわ、とりあえず乗ればいいか。こちら、あ、なんでしょうね、なんでしょうか。どうぞ。せーので、ごま。正解。僕の出番です。よし、やっていこうか。なんやもんな。あー、いける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 。これを使いますね。で、折ります。あ、じゃ立体にするわ、やっぱり。すごい。そうだ、できる。うん。あ、わかりました。わかりました。もう分かってくれたっすよ。うん、はい、完成です。いっせーので、マリモ。すごい、すごい早いですね。早いでしょ。もうむずいな。うん、めっちゃ、お前簡単やな。そう、簡単よ。めっちゃドドンってやつがいます。そう、時間かけていい？全然いいですよ。カットするから大丈夫だ。もうやんな。あ、一番しゅーば使わんかいだよ。一枚しか入ってないねんで。使わんといて。そうやで、一枚しか入ってないキラキラは。じゃあ半分しか使う。綺麗にね。もっともっとさ、やばい時の一枚に残しといてよ。いや、もうやばいの俺。うん、俺個人的にもうやばいかな。お、思いついてない？うん。あら、あら、あら、あら。なんでじゃあシルバー取った？え、なんかこれが一番ぽいかなと思って。あ、ぽいか。シルバーでぽい？どういうこと？なんかな。え？シバニーが出ちゃう、もしかして。確かに。ワンチャン。
ケジャはモロッコ列車。モロッコ列車、トロッコじゃなくてモロッコ列車。モロッコ列車。あー、分かる。はい、まあ、でもラストでも青でちょっと分かってさ。何ですか。モノレール。正解はモノレールです。すごい。ちょっと形はちゃうけど、正解ってなんかもう正解ってなと思うんです。すげえ。モノレールです。うわうわ、すごいわ。モノレールやばい。お前言われたらマジでそう、モノレールって下か上だからさ、タイヤじゃなく、どういうこと。なんか電気で走ってるやんか、モノレールって。あ、そうな。そう、だから最初なんかバスとか卒業と迷ってるけど、窓があるってなったらモノレールしかないなって思って。うん。え、モノレールって上線ない？あるある。あるやな。そう、あれじゃん、リフトじゃん。そうそう、じゃあモノレールの下が上げてるやつは上がこうなってる。あ、そっちのモノレール。私あの大阪モノレールの方ですね。ですあ、まあ、それはモノレールですからね。はい。どっちより上がりませんのイメージです。あ、やったら紫使えよ。やったら紫使えよ。紫ここしか入ってないもん。具体的。ああ、タイマー行ってみ。そこやから。そこしか入ってない。ああ、結構これ。でも確かにそれやったらシルバー使う意味がわかるわ。ああ。うん。イソメン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 。じゃあル？ル。ル。開いてそうなんだ、やばい。うまい。多分めっちゃうまい。え、絶対わかるって。わから
な。うちの見てなちゃんと。これだって。ほんま言わからへん。言うやで。ほら。私ら分かったの。いけるで。いける？うん。あ、じゃあせーのでお願いいたしますね。もうじゃあこれ。せーの。ルビー。ほら。いや。そうやろ。そうやん。面白いですやん。耳が伸びてんねやと思った。雪原帽子やん。耳が伸びてんねで、手が伸びてる。ああ、そう、手は多かった。まあ、手はね。ルフィですよ。そういうことですね。いいかな。いいやん、いいやん。で、はい、
正解。いいんだよ。でしょ、ローソン。うん、やったー。